さんこんにちは。今回の動画リスナー投票でダイネース人気キャラ投票企画をやっていこうと思います。また公式で行われたダイネース人気キャラ投票はどうだったのか、今回の投票でトップ10入りそうなキャラも予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ておいて思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。1つ単行本6巻で公式で行われた人気キャラ投票が発表されていました。なおこの動画ではトップ10まで発表していきます。他20位以内は下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。それではまず第10位から。第10位は元聖堂の伊佐式、787票を獲得しています。第9位は元聖堂の結城哲也、891票獲得しています。第8位は稲室の成宮芽衣、963票獲得しています。第7位は元聖堂の小湊涼介、1171票獲得しています。第6位は元聖堂のクリス、1457票獲得しています。第5位は聖堂のフリア、1627票獲得しています。第4位は聖堂の小湊春一、2000トンで82票獲得しています。第3位は聖堂の倉持、2400トンで8票獲得しています。第2位は聖堂の沢村、6350票獲得しています。第1位は聖堂のみゆき、6462票獲得しています。ダイネースは聖堂中心に物語が進んでいるため、10人中9人が聖堂のキャラとなっています。なお投票総数は 28,358 票。投票はウェブや週刊少年マガジン28号についている応募券で行われました。先ほど見た公式の人気キャラ投票結果を参考に、今回の投票でトップ10入りそうなキャラを予想していこうと思います。ヌシュの予想では公式の投票でランクインしたトップ3、また小湊兄弟、結城兄弟、現在行われている那須大聖堂でベンチ入りしている1年生参考のアマヒサ、薬師のライチ、こういったキャラがランクインすると思います。アマヒサ公式で行われた人気キャラ投票では第46位。しかし最近作中で新球種を覚えたり、まっすぐの球速更新、こういったことで作中を盛り上げている。なので前回の公式では第46位でしたが、今回の投票ではトップ10入りに食い込んでくるかもしれません。また薬師のライチは公式で行われた人気キャラ投票で第12位。現在行われている夏祭、ライチが2年生で迎えている薬師は参考に敗戦しましたが、その敗戦時まだライチが人間味のある一面を見せてくれました。なのでこのライチもトップ10入りに食い込んでくるかもしれません。聖堂 OB 結城の代は最近作中にあまり登場してこないので、聖堂以外の選手も今回はランクインしてくると思います。一体どんなランキングになるのか。投票方法の方は Google ホームでの投票となっています。下の概要欄に URL 貼っておきますので、そこから投票ページに行ってもらって、リスナー側も一番人気だと思うキャラにチェックを入れて投票。投票期間は動画投稿日から1週間後の23時59分までとなっています。皆さんの投票お待ちしております。この動画のコメント欄の方には、なぜその選手にしたのかの理由を言ってくださる方がいれば、コメントの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ておいて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram やってますので、フォローの方お待ちしております。